組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルをキーステーションにお送りします。池田さん、その膝どうしたんですか？あー、いや、転んだんだよ。わー、めちゃくちゃ痛そうですね。あー、いや、膝持ってかれたわ。言わねー。しずる池田とフルスポンジ村上のアーバンブルーラジオ。この放送はザ・森東をキーステーションにお送りします。どうも村上です。どうもしずる池田です。よろしくお願いします。はい、お願いします。今夜持ってかれたっていうね、はい、言わないなっていう言わん、ちょっと言うけどな、最近ちょっと言うのを言ってくんのやめてくんの。いえ、前もあ、それは言わねえわとかさあって、あ、そう、中にはいるなっていう、あ、もういろいろあったんだけど、うん、でもあんまりボケすぎんのもあれだなと思ってたら、うん、普通にちょっと言うやつ持ってきちゃった。え、わかんないですけど、え、ちょっと緊張してます。いや、違う違う、ちょっと今日遅刻しちゃってさ、うん、いろいろ重なっちゃって、もう今イライラしちゃってさ、で、今日ね、今日ゲストが、そう、今日、そうそう、ゲスト来てくれてる、来てくれてるから、ゲストがに見守れてて、ちょっと緊張してます。いやいや、そんなことはない、そんなことはない。だってもうゲスト紹介、はい、うん、とりあえずしようよ。今回もういきなりですけども、ゲストに来ていただきました、この方々です。よろしくお願いします。お願いします。どうも、ウルトラブギーズです。お願いします。よろしくお願いします。はい、ウルトラブギーズ、ウルトラブギーズです。の、佐々木です。ヤギです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、念願の、念願の、そうなんだ。いや、これってあれですよね、森田くんが最初、うん、初めてのゲスト、あ、そうそう、50回目で、僕ら、え、2回目です。いいんですか？いいんですか？いいんですか？全然、うん、全然いいよ。全然、もともと良かったんだけど、はい、呼んでなかったけど、はい、森田を呼んだことによって、はい、まあ、そっから、まあ、ゲストもね、そうそう、今後呼んでいきたいなというふうになった時に、はいはいはい、誰かなと思った時にね、そう、でも結構、まあ、ちょうどキングオブコントの、うん、大会の前にこれ撮ってて、その時に、まあ、キングオブコントのメンバーの話してる時に、うん、ウルブキがバーン、僕と同期、そうですね、うん、NSC 同期で、NSC の東京 NSC10 期生、はい、ハンニャ、オリラジ、そうね、トレンディエンジェルとかといて、うん、同期なんですけども、実はあんまりほとんど喋、うん、ったことない。そうそう、それ出た、確かにそうですね。そうですね。なんなら俺の方が喋ってた、うん、いや、圧倒的に池田さんの方が喋った。文字数とかだったら圧倒的に池田さんの方が喋った。そうでしょ、文字数は多分結構、なんなら一緒に食べたご飯粒の数とかももう全然違うでしょ。全然違う。いや、ゼロですよ。多分ゼロ粒ですよ。ゼロ粒だったんです。多分一度もないと思う、ご飯なんか行ったこと。いやいや、多分俺3000、4000万粒ぐらいを行って、言ってると思う。言ってますね、多分。まあ言ってるでしょ。4000万粒ぐらい言ってる。言ってると思います。え、僕ここ本当に3年ぐらいかな、うん。もちろん知ってはいましたけど、劇場でちょっと会うよ。まあルミネとかもここ、うん、ここそうね。3、4年ぐらいですか、ぐらいなんで、うん、そういう時に死な時にまあちょっと幕張とかではあったけど、うんうん、そこまでもう多分、うん、確かに全くというか。うん、だから誰呼ぶってなった時にやっぱ村健がだいぶラブコール送ってたんだな。はい、嬉しいな。そうです、そうです、そうそう、いや、ウルトラブギーズ呼んでみたいっつって喋、うん、りたいみたいな。そう、まあもちろんそれキングオブコント の、うん、大会前にそういう話をしてたんで、うん、あわよくば優勝してるかもってのもあった、正直。そのあ、優勝チャンピオンをゲストとして呼びたいっていうのは、ごめんなさい、あった。あ、まあそれはもう、それはもう、もうもうそれ、うん、でもね、うん、まうん、で、まあ、価値って言ったらなんだけど、その、はい、ちょっと呼びたい度っていうのは、はい、正直ちょっと低くなってる、優勝しなかったから。え、なんで、いや、分かんない分かんない、うん、なんでそんなことちゃんと、絶対傷つくこと言うだろうなと思って、全部言わちゃんと傷つくこと言ったちゃんと言う、でもちゃんと全部さらけ出そうと思って、ここで嘘ついて、はい、ずっと呼びたかったっていうのもなんだから、はい、前よりは呼びたくなくなってこれ正直でも、そう、まあ、それはね、優勝してたら、うん、まあ、でも優勝したら呼べないよね、さすがにとは言ってたんですよ。うん、忙しくなっちゃったりとかして、スケジュールも埋まってという。でももう、キングオブコント決勝に何回？3年連続。3年連続だもん。いいよね。え、しずるは何回？4です。4回。じゃあもうそれぐらいってことですか、ね。そうよ。
でもあのウルブギの、うん、あのいろんな芸人とやるネタライブとかは、うん、お客さんゼロ人でライブ自体があの中止になったから言うなそれ。なんで今言うの？知らないの？あ、知らない。村上に言ったっけ？そんな。何ですかその。いやウルブギが？ウルブギがというか、うん、いや4組ぐらいでやるライブがあって4組、はい、無限大の、無限大でトニーフランク、トニーフランク、バンビーフランクね、バンビーノ、オトンドゥっていう大阪から来たばっかのオトンドゥ、オトンドゥで僕らと、はい、4組で、4組で、はい、でのドーム2っていう、はいはい、無限大にあるね、何個かあるうちの一つの劇場で、劇場で、1組2本ネタをやる、おお、そうよ、いいじゃん、ライブがあって、うん、そしたらその始まる直前、うん、リハもして、うん、リハもして、ね、リハもして、ね、寝てやるから、ね、開演直前にスタッフさんが来て、うん、すいません、お客さんがちょっと、来られてないんで中止ですそんなこと今までかつてあった、はい、ゼロのは聞いたことないね、はい、でその後もその芸人たちが、うん、いやまだわかんないです、ちょっと待ちましょう、そうで遅れてるかもしれない、まだそうだね、で10分ぐらい待ちましたけど、一応の望みが、はい、どうですかって聞いたら、はい、誰もいらっしゃらないですね、うわゼロはやっぱりゼロ聞いたことないですね、沖縄とかの劇場でもともとそんな来ないけど、うん、たまによく2人しかお客さんいないんだよねとかは、けど2人の前でやってるってのもあったけど、うん、ゼロで中止っていうのは過激派だよね、さすがだねとんでもなくない、だってそんなこと今ないね、はい、初めて、僕らも初めて、なんだかんだそのゼロっぽいぞっていうのは耳に入ってたんですよ、前売りが売れてないみたいな、でもなんだかんだ来るだろうと思って、まあそうだよ当日にね、一人二人は来るだろうと思ってたら、そのまま本当に来ないんだと思って、えそれもしかもウルブギはもう決勝とかに行ってる時期でしょ、行ってる、そうです、数ヶ月前の話なんです、そう数ヶ月前、え数ヶ月前、うん、え2021年の話、春過ぎ、うん、なんならもうキングオブコントのネタをちょっとか、うん、試していこう、そうそうそう結構ガチガチにネタをして、はいはい、そうだよな、はい、みんな出してバンビーノの石山なんかは、はい、あなんかあのおっぱいの大きい女性の役だったから、うんうん、パンパンになんかいろいろ塗って出ておっぱいパンパンにしながら中止になったっていう、うん、おっぱいもこれじゃ足りないこれじゃ足りないってバンバン入れたりもっと面白くしようもっと面白くしようって努力してそれ誰かドキュメンタリー撮ってないかな、でそれで確かトニー・フランクが歌作って即興で、あそうそうそう、東京やめたろか温度ってそれがもうめちゃくちゃ面白くて、いいですね、いやでもさやっぱそのウルブギってだってはい昔から組んでたわ、いやだからそれを僕結構ごめんなさい本当同期なんで、はいはいはい、結構ウルブギの基本情報というかを僕実はちょっと知りたいなって、まあ、いろんなこと喋っているとは思うんですけど、いいですか今回ちょっとそのもちろんもちろんここに至るまでのちょっと経歴というか、うん、そうだよね、いきなりそのゼロ人でライブ中止、おかしいですよ、ゲスト呼んでいきなりそのマイナスプロモーションさするのおかしい、いやだからウルブギって言ったらそれしかない、はい、いやすごい、まだあるでしょ、いやマジで絶対まだあるよ、マジでそのライブのゼロ人中止になった後の池田さんとはその後会った時も、うん、その後でその日に会ったんだね、もうニコニコしながら近づいてきて好きだよなくなるはずないよねワイドショーとかがそういうやつよ、こういう人がみんな本当に人の不幸をニヤニヤしながら、ね、やっぱりワイドショーなくなる週刊誌もなくなるわけないよ、それ基本ね、ごめんなさい基本の情報、いやそうなんです、はい、僕もそんないろいろ知りたいことがあって呼んだっていうのも、うん、まあごめんなさい僕がちょっと軽く言うと、まあ、同期 NSC にだから10もう7年前ぐらいかな、2003年に入ってるのかな多分ね、 4年かな、うん、だから2005年デビューだから、うん、そう2004年に入って、ね、NSC という養成所で一緒なんだけど、その時は、L ジャクソン、あ、はい、僕佐々木が L ジャクソン、はい、で八木くんが八木が、阿弥陀如来チョップスティックス、そうなんです、阿弥陀如来チョップスティックス、でこれがまず、あ、まあバーって言うとそれがあって、それで解散を何年どれぐらいで解散、ね、L ジャクソンが3年ぐらいやったのかな、うん、3年4年入るかぐらいの時に結構やってえ L 僕らの時って NSC 卒業すると当時は若手ライブが小、うん、ピラミッド制みたいなやつで、はいはいはい、まあ、無限大みたいな一つの劇場ないから、うんね、最初会議室みたいなのが一番下で
そう本社でね、ライブ出れないよね、お客さんにネタ見せれない、うん、作家さんにネタ見せて合格したらその上に上がって、うん、その上がエコノミー、うん、でビジネス、うん、でビジネスで、うん、すごい勝ち上がると月に何回あの3ヶ月に1回だけど月に1回勝ち上がポイントみたいなの貯めて勝ち上がると、うんああねうんファーストって言って、うん、ルミネの夕方の30分ぐらいのライブのゴングショーに出れる権利があるというのをずっとやってたんだけど、はい、エル・ジャクソンはその3年の時は卒業してからどんな感じ、ね、そうそう一番下からスタートして、まあね、最初はね、うんはい、でエコノミーエコノミーにずっといた感じだったかなあそうなんだとビジネスたまにその1個上のクラス行ってすぐ落ちちゃうみたいなそんな感じでした、ねうん、はい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 、うん、でアミドニューライチョップスティックスは僕らも本当もう全くエルジャクソンと同じ感じで その時ライブよく一緒でした、ねうん、で一緒にそのネタ合わせも一緒にしたりとかなるほど、はい、そうですあその前から仲はもう良かったんですか NSC 時代からエルジャクソンとアミドニューライ、はい、その僕の相方、うんがそのエル・ジャクソンと仲良くてみたいな、うんはい、僕はそんなになんか、はい、ヤギはね遊ぶとかはなかったですねその誰とも仲良くなかったんですよそのいやそんなことないでしょ誰とも誰ともなわけない誰と同期とかだと え仲良かったですか、うんイダリアンですねえあイダリアンねでそんな人は多分だっていないんでしょだからいや本当にえ今の本当にいるえ今のイダリアンは同期知らないでしょイダリアンイダリアンごめんなさいこの系と知らないクラスとかがあるからあクラスはどうなのイダ君っていうねクラスは、俺は2組だった2組で全然違う、うんうん、あ僕は4組なんであ、うん、そうや僕は1ですあ全然違う全然違うから、はい、全く合わない、はい、あそうなんだ、はい、でそういう選抜クラとか選抜クラスとかならないと、うん、他のクラスとはそんな一緒にならないですよね、そうそうそうねあそうか あそうかそれで解散を3年ぐらいどっちもして解散、うん僕は、1年デビュー1年目で解散してあじゃあそっからはでそれからモンローっていうあれモンローってあれ誰とだっけあのちょっと男前のシュッとした、うん川島くんっていう、うんあのねななも元もないか、うん、だそれこそその前ラジオで言ってもらったその手が長いコント、うん、手長いコントとかをやってたのがその川島くんあそうか俺じゃあ勘違いそれアミナニューラインチョップスティックじゃなくてモンローなのにしてんのそうそうそうその川出とやってたんですよああ分かったはいはいはいちょっとこう本当にかっこいい感じだよね、そうそうそう可愛らしい感じだよねそうかでモンローをやってて、うん、でそのアミダニョライチョップスティックスの元相方、うん、ちょっと小太りのやつが入って3人組になってモンローズになったんですよあそう一回戻ってきたっていうかアミダニョライチョップスティックスモンロー、はい、モンローズ、モンローズでトリオでやってましたでそれでそれも結構じゃあ 1,2 年で、そうですねそれで解散して、うん、でちょうどその前にエル・ジャクソンが解散したんですよはいはいはい1年ぐらい前に、ね、それはフナカフナカってことそれとも もうどっちかがやめちゃうその時はその時の相方が一回ゼロになりたいって、うんそのずっとゼロなのにすごいそのなんか、はい、宇宙みたいな話ゼロに深いな深いなもともとゼロもともとゼロだけど違うゼロになりたい違うゼロになりたい色違いのゼロになりたい、ね、なるほどね色違いのゼロはゼロだけどいいね色違いのゼロにそうで解散そうそれで解散しようかってなってでちょっとそうですね、うん、モンローズのネタ合わせとかに佐々木が一人で来てた、はい、でなるほど遊びに仲良かったんで僕の相方とかとえその時は佐々木ネタ作ってたの僕はピンでちょいちょいライブ出てました、うん、だからネタ作る時に一人じゃあれだからそのモンローさそのトリオのネタ出しとこ行って一緒に考えたりしてそうかじゃあでああそうかじゃあでモンローズがもう解散して、でじゃあもう二人でやろうかっていうのでうんでももともとはそのモンローズ解散するでしょするよね、うん、でそのさっき言ってた手長いコントやってたうん人と俺仲良かったから一番そう、はいはい、川島君と、はい、とちょっとやってみようみたいになってえあそれ挟んでんだで一回ねやったのよそのはいはいいわゆる自主ライブ的な一回出て、うん、でなんかちょっと違うなってなってああもう一回ぐらいでねそうですそうですそれで八木さんにその短い期間嫌だねなんか、ね、そんなんだろうそれ選ばれなかった感じがもうその八木でいいじゃんもうその、ね、なんか何、ね、その川島と一回ちょっとやっての、
なんかそうそう余り物余り物みたいな感じで最近それを知ったんですよ。あ、そうなの。あ、そう組んでたの知らなかったってこと？川島くんと一緒にちょっとやってたのは。うわ、知らなかったかな。うん、でもまああの言ったら芸歴3年目ぐらいってさ、うん、まあ、今思うと超若いけど、うん、でも実際自分らが本当に3年目の頃ってさ、うん、まあ1年目と違ってちょっとやってる感じするじゃないですか。うん、その時にもう解散して組むってなっても、うん、そんなに相手ってね、うん、誰でも彼でもいるわけじゃないもんね。いや、そりゃそう、そりゃそう。ああ、そうだったんだ。でもその阿弥陀如来チョップスティックスは、はいはい、あのなんかすごい結構同期の中でも、はい、まあ、名前がやっぱり面白いし、見た目もその元八木くんのその相方が見た目がまあちょっともう結構面白いんですよ。あ、変わってるんで、うん、あで M1 だ、 M1 の、 あのそうあれもあったし、 M1 ので L ジャクソンで、でも当時からさ、うん、ちょっとあんまりはっきり覚えてないんですけど、うん、リズムネタやってたっけ。あ、やってた。やっぱそうだよね。え、あのパラ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 踊りながらゴミ捨てするっていうパラパラパネタをよくやってました、ね。あと黒スーツみたいなの着てた。着てた着てた。あ、やっぱそうだよね。そのホストみたいな格好して、 あのなんだろうなナイトオブファイヤー、パラパラ、 あれを歌いながらゴミ捨てるみたいなのやってましたね。え、 L ジャクソンの時も佐々木ネタ書いてたの？ L ジャクソンの時は、お互い書いてましたね。あ、はい。それオリラジにやっぱり影響されて。いや、そういうわけでもなかったから、そのいろいろやっていく中の一つでリズム、そのそれがあったっていう感じ。へえ。え、でもさ、結構あれ解散多いじゃん、ヤギ。はい。うん、で、はい、でも一番続いてるわけでしょ、ウルトラ。一番続いてますね。10年確かに。12年目ですかね、今。うん、はい。え、そういうのってごめん、本当にいきなり聞くのはなんか、それってあの本当に何が原因なの、その。解散していく。解散は本当にその仲悪かったです。あ、単純に、はい、で次組む人とは仲良くしたいと思ったんですよ、僕。なるほど、はい、でなんかここは喧嘩しなそうだなと思って、うん、あ、喧嘩できなそうみたいな。だから最初僕あの相方下の名前タカヒロって言うんですけど、うんうん、タカフィーってあだ名呼んでいいって言って聞いてタカフィーって呼んでましたもん、まず。確かにいいね、はい。でもその友達ができない原因もなんか、はい、なんかあるね、はい、タカフィーって呼んでいいって聞くところに普通はなんかこう自然にさね、そうですね。あ、でもでもなんか気持ちは分かんないこの辺なんか。まあそう、解散を減るとそうなんのかもしれないですよね。まあね、したことないから。あ、そっか、 そっか、そうそうそう、ずっと NSC からフルーツポンチだから。そうだそうだね、そうそう。で僕が聞きたかったの、ごめんなさいね、はいはい、でウルブギが、うん、他にも聞きたいのあるんだけど、でウルブギ組むじゃん、うん、はい、で今やもう当然ここ何年かはキングオブコントにも、うん、もう出てるから当然ね、うん、あれですけど、うん、ネタ番組とかいろんなネタライブにもたくさん出てるけど、組んだ当初は、はいはい、まだだって組何にもないでしょ、一番下からスタートしまった。もう、ね、でもその頃には無限大が多分できてるでしょ、ちょうど、うん、で上げ上げとかがやってた、上げ上げライブっていう、うん、まあ大体芸歴10年以下ぐらいの芸人たちがこうまたそのピラミッドで新たに戦うっていうシステムですけど、うんうんうん、そこにだって出てないでしょ。そこは出てない。もうなんか終わり頃にちょろっと無限大上がれたみたいな感じだったけど。ああ、だから その時ってさ、まあ、正直、うん、で本当にこの名前偉そうに聞こえるけど、うん、その俺はそのどっちかというとそっちの、うん、正面の方にいたというか、なんかあの上に行かせてもらってたよね。若、うん、若、うん、芸歴若い中ではこう、ね、そういうそっちの昇降格バトルの上の方にもいたんだけど、うん、だから、うん、見えてないわけじゃない、うん、西の、うん、で、うん、まあもちろんそういうとこだけど、あ、うん、なかなかまだ上がってこれてないけどちょっと最近噂聞いてますよみたいなコンビもいるわけじゃん、うん、トレンディーとかさ、うん、あ、なるほどね、うん、けどブルブギに関してはさ、その、うん、あんま出る場所もなくてさ、うん、そのモチベーションとしてさ、うん、ここまでファイナリストになるまでってことは相当、はい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 、どういうの、何があった、 何してたの何してたってない。でも確かに、いや分かんないですね、なんかあのいきなり出てきた感じが、そうそう、確かに、あ、だから確かに知られるのは遅かったですね、うん、だから本当に10期だと思われないというか、うん、そうだよね、うん、ウルブだから なんだろうな言ったらそれは同期がさ、オリラジも、まあ、フルポもそうだけどさ、うんうん、ハンニャもね、ハンニャって、うんうん、まあ、トレンディももそうだけど、うんうん、この売れてるテレビとかに出だすって、ね、そうバーッとこうね行った人が多かったから、うん、なんとなくその俺もそうなれんのかなってこう
思えたりとか。あ、もう腐るとかじゃなくて、はい、あの同期の芸人が言ってるから、はい、あ、じゃあ自分もいけんじゃないか、自分もいけんじゃないかもあるし、そのそこへの、そこに追いつきたい気持ちもあるしみたいな。え、ど正直俺らのことどう思ってた？あ、どう思ってた？いや、こういうのってさ、持って申し上げたくて、うん、いや、ムカついたりするじゃん。いや、分かる。あ、その同期でちょっと先に、うん、で俺とかそのもしかしたらその失礼な態度取ってる可能性大いにあるなと思って。あ、大丈夫だった？いや、でもちゃんとこれはちゃんと言ってもらって、今後も、うん、本当にその当時だから丸裸で付き合って、なんなら今もこう思ってるとかでもいいし、うん、許せねえとか、うん、いや、そのね、許せねえとかそういうのはない、ないんですけど、うんうんうん、すごく覚えてるのは、はい、ダメだよ、ちゃんと言おう、これなんか、うんうん、それタカシかな、トレーニングタカシかなんか、うんうん、と僕仲良かったです、うんうん、よく一緒にいて、はいはい、で、なんか渋谷かなんかばったり会ったんです、うん、僕とタカシがいるとこに村上がパッて来て、危ないな、でタカシがこうちょっと間を取り持つじゃないですけど、はい、佐々木と村上の、はい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 、この佐々木、はい、知ってるっしょ、うん、みたいなの言った時に、うん、はい、その、うん、なんていうんですか、めっちゃ間開けて、うん、こううんってうなずくみたいな、あ、その、うん、あの知らないでしょって突っ込まれるボケね、はい、はい、うん、うんってして、はいはい、で、いや知らないでしょってまあ言うじゃないですか、うんうん、そうだね、うん、言ったらそのまま別に何かを返す、笑うわけでもない、うん、あ、この、ま、真顔で終わって、うんうん、あ、この人と喋るには時間かかるんだろうなっていう気持ちには なった時があったかもしれない、うん、まあ確かにそれはい、本当に、はい、なんて言うんだろう、うん、俺もその場に出くわしてないけど、はい、その話聞くだけでこう、はい、嫌いになれる人間の行いっていうか、はい、違うよ、それはおかしい。いや、これ待ってね、待って待って、これマジで俺だから、俺今の話聞くと、うんうん、俺はだから正直嫌なことをふっかけてないってことだもんね。そう、そのね、いやいやいや違う、嫌なことをふっかけてないかもしんないけど、その佐々木にとってはちょっと、いや、わかる、それは佐々木くんからしたら、あ、同期なのになんか変な距離というか、うん、気まずい距離があるってのはわかる、うん、上の人がやるようなノリ、うん、けど俺が、いや、俺はもう怖かったのは、うん、いや、知らねえよとか、とかいう態度取ってるとか、なるほどね、そのスカス方のね、もっとこんなことしてないでもっとなんかお笑い頑張ればとか言ってたり、超嫌なやつだけど、うん、よく俺うんって言って何も言わずに去った、自分を褒めてあげたい、その当時。待って、それじゃ言う可能性があったかもしれないってこと。あ、NSC の頃だったらもっと嫌なやつだったと思うけど、それ何年目ぐらい？それだから1年目とかじゃない？あ、じゃあ1年目じゃん、そこまで俺も別に。いや、だからちょっと佐々木の中で、はい、あの村健に対して、はい、結構なんか怖さみたいのがあったじゃない、その仲良くもなかったし、まあそれはそうですね、でなんとなく村健の話は聞いてたけど、はいはいはい、喋るのは初めてだっていう、うん、そんな時にその佐々木の中での村健の印象も相まって、あれ、なんかちょっと時間かかりそうだなって思う、だからやってることは別に普通、うん、そうだよね、俺嫌なことして、うん、よかったセーフ、でも村健、うん、まあ、その取り巻いてる雰囲気っていうのはそんなに良くなかったっていうことだもんね、そのなんか言ってることやってることはもちろんで、そうだよ、その社交的ではないと思うけど、うん、その糾弾されるような嫌なことはしてないっていうのが今一個、ね、そうですよね、うんうん、よかったです。まあね、でもまあそれずっと覚えてたね、なんかすごい強烈にそれを、別に嫌な思い出ってわけじゃないけど、なんか覚えて、でも1年目だったら別に俺もテレビ出てないし別に、うん、だとしたら本当に根だよね、もう本当にそのなんてそうかもしれない、うん、もう人見知りで、村上健二っていう、うんうん、その人間が本当にやったことやったっていう、だから関係ない芸人とか関係なく、うん、そういう人間なのかもしれない、まだ売れてるとかだったら、はい、テレビに出てとかチヤホヤされてそうなったって、うんうん、理由がね、うん、理由があるけど、うんうん、もうこれに関しては理由がないっていうか、本当に村上健二、いや、これごめんなさいね、本当に今日はしっとりした回になっちゃってるけど、いや、でもちゃんとこれはそれ多分高志もね、あると思う、俺わかんない、当時の記憶16年前だから、ややこしいよマジで、いや、高志って、うん、
そのやっぱり事件作るのとか好きなんですよ。あ俺その時にたかしが、うん、知ってるでしょって言い方が、うん、俺にいや知らねえよって言わせようとしてたと思う。あなるほど、そうそう、俺が失礼ボケをするのをこう引き出そうとしてた可能性あるんだよ。なるほど。で俺やっぱそれには乗っからないっていうのやってるから、うん、ああまあね、うん、うん、でもたかしがいないところでそのたかしの言うこともちょっとあんまり、いやたかしのもね、たかしいない時に言っていいと思ってる正直まあ確かにたかしだったらね、そうだね、うんなるほどね、あ佐々木はそうなんだ。じゃあそうですね、えっ、ー、と、うん、ヤギくん、いやここ根深いと思うよ、ヤギやっぱ友達いないから。いやもう本当にどうなんか、いや思ってたこととか、いや友達いないやつのイダリアがいるから、イダリアそんなやついないんだよ。いますよ、本当にいないんだよ。イダリアがマクドナルドが大好きなのマクドナルドが好きなのにイダリアなのかグッズとか買っちゃうタイプ僕らは本当に、なんか、なんかネタの真似とかしてましたね、僕は。そのオリラジの武勇伝とかやったりしてましたね。あもうテレビオリラジが出た1年目ぐらいの時に、はい、えとかもうジャージーとか言ってました。なんかその悔しいとか本当に僕なくて、あすごい、なんかなかったんですよね。なんかそっちはそっちでなんかすごい楽しそうだし、僕らも僕らで、でいつかなんかなんかご飯とか行けたらいいなとか思ってましたね。飯とか、ヤギ、はい、優しい。なんかなかったんですよね本当に。あそういうよかった。なんか本当に僕らその泥水すすってるみたいな感じでよく言われるんですけど、 そうだよね、その泥水自体を気づいてなかったんですよね、うん、泥水飲んだから、だからそうなんだよ何言ってんだお前、泥水美味しいって言いながら飲んでました。はい、あヤギってあもうそれは佐々木からもちょっと感じんの、ヤギがちょっと、まあ、変ではないけど、はい、なんかこう通常ではないっていうか、あーそでも悔しいがまあまあマイペースの感じはあったかもしれない。あでも、ね、そういう心根だからこの長い時間をかけてちゃんと面白いコント作り続けれたんじゃないですか。だからただ単純に楽しいからやってたんだ。そう好きだから。そうそうか、普通さ、ね、なかなかうまくいかない、はい、いや面白いコントかける能力があっても、うん、うまくいかないと、うん、もういいやとか、まあそれはね、何かのせいにはしたくなるじゃない。はい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 、けどだからそうじゃなくて、おいおい僕らは僕らでネタを面白いの作ってるし、うん、それを出して出れる場所があったから、うん、っていうのは、本当に自主ライブとかずっとやってましたもんね。そのみんなで同期で集まって僕らとか、うん、その箱借りてなんかイラリアンとか、あなんでイタリアの、イタリアは今何の、今何イタリアイタリアでやってます今。今も、はい、イタリアで、現役イタリアン、はい、現役イタリアンです。あ現役のイタリアンなんだ、はい、うん、ごめんなさい。な吉本、吉本です、吉本、うん、吉本か、はい、イタリアンはどこで見れるの、その変な生物みたいな、イタリアンはインスタグラムをやってるんで、イタリアン、はい、ごめんなさい俺全然、確かにライブはライブでネタやってる姿はここ3年間見てないですけど、この間にもアラワンの YouTube の方に出てました。ああ本当にイタリアン、はい、はい、あ今でも連絡取れてるイタリアンは今取れます。そうなんだ、はい、へえ、あそうなんだ、やってるんだ。自主ライブで僕らはやってましたね。あよくいるのか。じゃあウルブギンと僕和田当時別にムカついたりとか、うん、そのね生意気ですけど、ちょっと先にちょっと僕ら4年目ぐらいテレビとか出た時に、特にはえこいつこのレベルでテレビ出れちゃうのとか、あんまそういうのはなかった。それはなかったな。うん、あそんな風に思われてんじゃないかって。俺もう異常に怖いの。なるほど。その早くして出た、ああ逆にそのオリラジとかに対して思ってたりはしてたってこと。オリラジに関しては、うん、でもさ言うてもむちゃくちゃ早かったからあんまり現実感なかったし、よくわかんない。もちろんその当時の若気の感じで何でもかんでもオリラジがとかじゃなくて、自分より前に走る人のことをさ、うん、なんかこう嫉妬しちゃうとかはあるじゃない、うん、それはあったけど、まあオリラジ自体はいい人だし、うん、そうね、うん、で売れてるのも もうしょうがないというか、うん、面白いしね、うん、だからそれに何しなかったし、でそんで言うで、それで自分らも言っても3年目4年目ぐらいテレビ出てた時に、うんうんうん、ネタとして、まあね、ほら求められるからさ、オリラジがでも先に同期ですよ、ね、うん、っていうのがいて、それをごめんなさい、ロアク的に悪く言ったりとか、なるほど
言ったけど別に本当は何もないけど、うん、でもまあそれは意識はあるよね、オリラジっていう存在がいるっていうことに、まあ、そうだよね、同期でオリラジってそこは無視できないし、でハンニャとは一緒の時期に出たから、うん、そこはまあ関係としては、うん、一緒だよね、その、まあ、別にその、うん、俺らライブとかでもあの俺らがちょっと一個上がったら次ハンニャがそれより上上がってみたいなのがあったから、うん、そこの意識はあるけど、俺らめっちゃそれ聞かない、俺らじハンニャフルポンと同期なんですよねっていうので、うん、そういうたまにちょろっとテレビ出させてもらう時とか、うん、そうそうキングオブコントの時もそんな話されたりとか、どんな気持ちでやられてたんですかみたいな、だからそういう時ってさ、はい、だからそのテレビの人からしたら、はい、ヤギみたいな、はい、あの感覚の人は、はい、あのいやなんかもっと嫉妬とかしとくな、ね、確かにそれを言わないといけないですもんね、スキャンダルを起こすよ、はい、いやでも逆に顧問とかでいいかもしれないね、ずっといや、ま、真似してましたっていうそれは、ね、面白くないそのいやそれはもう分かんない、バイトとかでしてたでしょ、はい、そうそうそう、バイト仲間とかにそれで笑い取ってたとかね、そうそう、あまあね、もうでももう正直にね言った方がいい、ね、それはいいですね、今まで聞いたことないやっぱ、いやあの真似してました悔しくて一番避けたいというか、いや悔しいとかは別に何とも俺らは俺でやりますとかじゃなく、うん、その間とかじゃなくなんかあの真似してましたっていう、怖いねってなる、ネタ合わせ前にちょっとネタそのアイドリングでアイドリングで武勇伝やったりとかえ、佐々木はそれ やらされたことはないの、その別に僕はやられたことない、その前のコンビでモンロー時代か、へえ、あいいですね、あ面白いね、うん、ちょっとだけだから、わだかまりがないというのが今回分かった、あそれは全然ないです、はいないですね、ちょっとじゃあ今週はここで、ね、もう30分そうなのよ、ちょっとごめんなさい、今回ちょっと本当ウルブギのちょっと経歴について話聞いちゃったという回でしたが、はいね、次回もうちょっと、はい、パーソナルな部分に迫りたいと思います、ということで、ね、どっかで見たやつだなそれ、ちょっと報道っぽく確かになんかドキュメンタリーっぽかった、ドキュメンタリーだった、いい番組っぽくしよう、あすぐヤギが真似しようから、今回俺が普通に喋れるの嬉しくてなんかいっぱい聞いちゃってさ、いやそれごめんなさい、いいあるこちらも嬉しい、意外だったちょっと、というわけで以上フルーツポンチ村上でした、しずる池原でした、メタルギア佐々木とヤギです、どうもありがとうございました、ヤギでしたねヤギですって言ったら始まりそうじゃないヤギですヤギでした、よし、この番組はさらば青春の光オフィシャル YouTube チャンネルを新ステーションにお送りしました。